きたいと思います。はい、井上理香子です。今日は撮影会がディズニーのキャラクターにメンバーがそれぞれなりきるので皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。理香子。はい、下村美希です。ショートになりました。かわいい。そうだよ。で、あの先週はウィッグをつけてました。そうなのね。そうだから、なんかちょっとみんなと時間差あって、なんかずっと帽子かぶってたでしょ。ずっと隠してこのさ襟元もさマフラーで隠してさ、そうなんかさ写真とかさツイッターでやつとかこうやってそうバレないように必死にやってました。はい、まあこれからはちょっとショートになったので格好つけていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。ダンスキー。はい、林田まひろです。皆さん楽しんでますか？盛り上がってますか？これも楽しんでいきますか？イエーイ。よろしくお願いします。マフラー。はい、野本空です。ね、もう2月入ってちょっと経ちましたけど、もうすぐ19日ということでライブが近づいてきてるので、今日のイベントはそれに向けて盛り上がる練習ということで、みんなね、ここはもういくらでも声出していいんで一緒に盛り上がっていってください。野本さんです、よろしくお願いします。野本さんって言ったっけ。よろしくお願いします。はい、伊藤桃香です。そちらにね、パネルがあるように、この間ジャケ写が発表公開されましたが、皆さんどうでしたか？いいですか？よかった。今日ちょっと衣装違うけど、違うんだけど、ね、ちょっとほぼほぼ一緒な感じで、今日も短い時間ですが皆さん一緒に楽しんでってください。よろしくお願いします。それでは次のコーナーに行きましょう。黒ひげ危機一発。待って、なんかすごい BGM が、こんなにパイレーツすごいんやけど、今日から素敵。今日はね、黒ひげさんを凝っていただこうと思っております。みんなで、お客様からもね、一人参加していただいて、メンバーと一緒にゲームを楽しんでいただきたいと思います。で、負けた人は罰ゲームで、まあ、飛び出してしまった人ですね、モノマネ、お客様のリクエストのモノマネをやらせていただくという形になりますので、よろしくお願いいたします。それではまずじゃんけんいきますか。じゃあお客様、手を大きく上げていただいて、で、メンバーに負けた人と引き分けの人は手を下ろしてください。勝ち抜けじゃんけんでございます。それでは右利きから、はい、しっかり皆さん手を上げてください。では、いきます。最初はグー、じゃんけんパー。チョキの人だけ、チョキだけ。え、チョキの人すごい、一気に、イエーイ。じゃあ、まひろさんお願いします。はい、最初はグー、じゃんけんパー。チョキの人だけ。大きく上げてもらっていいですか？だいぶ減りました。減りましたね。4人。しっかり上げてください。4人、高くチョキ手上げて。1、2、チョキの人、3、5人。もう一回行きますか。4、待って、いるか。じゃあソラさんお願いします。はい、行きます。最初はグー、じゃんけんぽい、パーの人。え、全然パーの人いない。いない。じゃあもう一回、今の5人の方、チョキだった人たち、もうが。はい、行きます。最初はグー、じゃんけんチョキ、グーの人。2人。じゃあ、最初ファイナルジャンケン、そこの距離からでいいですよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おー、回転率のお客様当たりました。おめでとうございます。ありがとうございます。私知らない人いっぱいいるんだよな。
トトロの。トトロ。メイちゃん。メイちゃん。トトロのメイちゃん。よかったね、可愛いやつで。え、マヒロ得意なやつじゃん。え、何？メイちゃんのおばあちゃん。メイちゃんのおばあちゃんじゃないよ。メイちゃん。メイちゃんか。トトロ割と全部できるよ。メイちゃんできる。全部やっちゃう。あ、フルコースでじゃあトトロ。え、待って待って、そんな。カンタまでやるんだよ。もの。じゃあちょっと一回戻ってもらって大きな拍手お願いします。さっき転んでいたい。びっくりしすぎて転んじゃった。じゃあ行きます。え、何からやる。じゃあめいちゃん、さつきちゃん。めいちゃんだけでいいよ。だってささつきちゃんだって罰ゲームのなんか減っちゃうよ。そうだよね。別にそんなみんなでトトロ回さなくてもいいでしょ。メイちゃんとトトロやってじゃん。トトロいいよ、待って。じゃあメイちゃん、メイちゃん、メイちゃんからいきます。マジあの掛け合いやったらいいじゃん。じゃあマヒロのメイちゃんまで3、2、1。あなたトトロって言うのね。からの違うからのどーどーうおイエーイ。あれね、頑張った頑張った。ちょっとよくわかんないけど、多分これ真宙が可愛いで終わってるから大丈夫、うん、大丈夫。みんな可愛いっていうので終わってるから。あのね、おばあちゃんの真似したい。したいの。したがり。したがり。じゃあおばあちゃんやってください。めいちゃん。似てる似てる。終わりでーす。2月19日に ZEP 東京にてライブを行うことが決定しました。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の10時からチケットの一般発売がスタートしています。もう予約したよって方、手挙げてない人は何してるんだ。怒るよ、マヒロが。怖い、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 そうなんです。10時からスタートしているので、まだしてないという皆さんはもう絶対来た方がいいと思いますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。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 はい、そして3月1日に、ついに14枚目のシングル「シンクロナイズド」をリリースさせていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回の曲はですね、それぞれ自分と大事な人が離れ離れになってしまって、でもそれぞれの道で頑張っていこう、そして心はちゃんとつながっているよ、シンクロしているよという曲になっております。そして途中に出てくる同調理資料がする、同調理資料がするのところのサビの、サビじゃねえの、歌のところところの振り付けを一緒にやってもらいたいんですけど、ちょっとだけ端折ります。いきますよ、もうスピードでいきます。せーの、人差し指ロケのいただきます、おにぎりくるりん、ごちそうさま、ロケの人差し指。え、出てる人結構いる。いる。もう結構練習した人います。みんな電車の中で練習した人。なんで電車限定。ちょっと電車ではないかなってなってきました。なってたじゃあこれを音に合わせてやってみると、同調理資料がする、同調理資料がするっていう感じになりますので、皆さん一緒にやってみてください。はいはいはい、それでは聞いてください。シンクロナイズド。